元日発生した令和6年能登半島地震、震災によって亡くなられたすべての方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また被害に見舞われ厳しい生活を送っておられる被災者の方々に改めてお見舞いを申し上げます。今回の震災では厳しい状況が幾重にも重なりました。半島特有の道路事情による交通網の寸断、海底隆起や津波被害による海上輸送の途絶、水道、電気、通信などライフラインの甚大な損傷、地震に弱い木造家屋が散在する小さな集落の孤立、高齢者比率5割を超える地域社会への直撃、悪天候と度重なる余震の中で地元自治体、自衛隊、全国からの警察消防の派遣部隊や自治体の応援職員、医療、福祉や道路、電力等の緊急対応チームはじめ多くの皆さんが不眠不休で、また倒壊の危険の中で救命救助活動やインフラ復旧に当たっていただいています。心から感謝いたします。こうした厳しい状況の中でも何よりも素晴らしいのは被災者の皆さん、また支援に携わる皆さんの整然とした行動と絆の力です。発災直後の大混乱した状況は皆さんの忍耐強い協力によってだんだんと落ち着きを取り戻しています。能登は優しや土までもと言われる、外に優しく内に強靭な能登の皆さんの底力に深く敬意を表します。政府、地元が一体となって被災者に寄り添い、生活となりわいをしっかり支えていく息の長い取り組みを続けてまいります。また被災者の皆様の命と健康を守るためにも、先行きの不安や懸念を解消しつつ二次避難を広げていきます。異例の措置でもためらわずに実行していきます。例えば昨年末に決めたばかりの令和6年度予算案の変更を決断し、一般予備費を1兆円に倍増しました。予算の制約により震災対応を躊躇することはあってはならないという決意です。今後支援のフェーズは段階的に変わっていきますが、政府としては切れ目なくできることは全てやるという考え方で全力で取り組んでまいります。また私をトップとした令和6年能登半島地震復旧復興支援本部を新たに設置することとしました。被災者の生活となりあい支援のためのパッケージを着実に実行し、被災者の帰還と能登を含めた被災地の再生まで責任を持って取り組む決意です。先日被災地を訪問し、輪締めと珠洲の避難所に伺いました。大変なご苦労の中、さまざまな不安を抱えておられるとの声をお聞きしました。また被災者支援や復興に向けて貴重なお話を伺いました。一方、過去の災害対応に比べて新しい取り組みがいくつも生まれており、強く印象付けられました。道路が寸断され、空港も使えない中で、新たな官民連携による一気通貫の物流システムが動き出していました。
自衛隊ヘリが都市部や海上からの空輸を担い、民間物流業者が荷さばき倉庫での管理や小口のトラック配送をきめ細かく行い、その先の交通途絶した避難拠点には自衛隊員が40キロの支援物資を担いで配送するという組み合わせが短期間に動いています。断水していても使える温水シャワーが避難者の疲れを癒し活躍しています。生活用水を循環ろ過し再利用する技術を持つスタートアップ企業が持ち込んでくれました。アフリカや中東で展開している事業の逆輸入です。停電、断水でも使用可能なトイレトレーラーも全国から届けられました。孤立集落での自衛隊の救助活動と連携した医薬品のドローン配送、立ち入り困難な現場の上空からの被災状況調査、無線中継ドローンによる携帯回線の応急復旧と本格的なドローンによる災害対応が行われています。これらに共通しているのは日本人の伝統的な強みである絆の力が、デジタル、スタートアップ、新たな官民連携、資源循環など新しい要素と組み合わされてパワーアップし、日本の新たな力となっている姿です。震災の現場だけではありません。日本経済のいろいろな場面で新たな力が動き出しています。政権を担って2年4ヶ月、30年間続いたコストカット経済から脱却をし、社会課題解決に新たな官民連携で取り組むことで、賃上げと投資が牽引する新しい資本主義を実現し、日本を大きく動かしていきます。30年ぶりの水準となった賃上げ、設備投資、株価、日本経済が新たなステージに移行する明るい兆しが随所に出てきています。今、我々は長い間、日本経済に染み付いたデフレから完全脱却し、熱量あふれる新たな成長型経済に移行していくチャンスを手にしています。このチャンスをつかみ取り、絶対に後戻りさせない、この強い決意が政治に問われています。本会議場に集う国会議員の皆さん、今年令和6年をこれまでの積み上げを形にし、国民の皆さんに成果を実感していただく年とするため、政治の総力を挙げて断固として取り組もうではありませんか。震災への対応、デフレ完全脱却、そして緊迫する国際情勢への対応、日本は内外ともに正念場を迎えています。重要政策をしっかり進めていかなければなりません。外交の舵取りをしっかりと果たしていかなければなりません。しかしながら、政治の安定なくして政策の推進はありません。そして国民の信頼なくして政治の安定はありません。その信頼が揺らいでいる自民党の政策集団の政治資金の問題で、国民から疑念の目が注がれる事態を招いたことは、自民党総裁として極めて遺憾であり、心からお詫びを申し上げます。政治は国民のものとの立党の原点に立ち返って、自民党は変わらなければならない。その決意と覚悟を持って政治刷新本部において集中的な議論を行いました。
信頼回復の第一歩として合意した中間取りまとめにおいては、政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など運用面での改革を先行して進めつつ、制度面での改革については各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など法整備を実施していくとしています。また自民党内の政策集団が、いわゆる派閥、すなわちお金と人事のための集団として見られても致し方ない状況にあったことを率直に認め、真摯に反省し、政策集団がお金と人事から完全に決別することを決めました。政治の信頼回復に向けて、私自身が先頭に立ってこれらを必ず実行してまいります。政治改革に終わりはなく、今後も引き続き政治刷新本部においてさらなる改革努力を継続していきます。国民の信頼回復を果たして政治を安定させ、その上で重要政策を実行してまいります。昨年10月の所信表明で、経済経済経済と申し上げました。その思いは今も全く変わっておりません。経済の再生が岸田政権の最大の使命です。もう一度この場で、お誓いいたします。経済とりわけ賃上げが今まさに喫緊の課題として求められています。昨年は30年ぶりの高い賃上げ水準となり、最低賃金も過去最大の上げ幅となりました。この流れを今年につなげ、国民の皆さんに実感いただくため、政府による公的賃上げを行います。全就業者の 14% を占める医療や福祉分野の幅広い現場で働く方々に対して、物価高に負けない賃上げを確実に実現してまいります。公共事業や給食はじめ公共サービスの調達でも賃上げがしっかりと行われるよう、単価設定と調達制度改革を進めています。その上で、中小企業やパート、非正規で働く方々の賃上げです。赤字の中小企業や医療法人も使えるように賃上げ税制を拡大強化しました。中小企業の労務費上昇のスムーズな転嫁を後押しする公正取引委員会等の強力な指針も作りました。順守に向けて全国で周知徹底を進めています。またパートで働く方々にとって長年の課題だった年収の壁解消のための支援策の活用を拡大していきます。さらに価格転嫁が厳しいトラックドライバーの大幅な賃上げに向け、標準的な運賃を引き上げるとともに、適正な運賃導入を進める法案も提出いたします。建設業についても賃上げ原資を確保するため、国が適正な労務費の目安をあらかじめ示した上で、個々の工事の下請け契約等が行われることを促す法案を提出いたします。いずれも賃上げのために力強い後押しとなります。急激な物価高から、国民生活を守る手立ても緩めません。ガソリンや電気・ガス料金では機動的に家庭や地域の足の負担を抑制するため、激変緩和措置を講じてきました。物価高に直撃されている年金世帯を含む住民税非課税世帯への1世帯7万円の追加給付も着実に動き出しています。より幅広い低所得者世帯への給付、子育て世帯への追加給付など、
きめ細かい支援を進めます。そして本丸は物価高を上回る所得の実現です。あらゆる手立てを尽くし、今年物価高を上回る所得を実現していきます。実現しなければなりません。政労使の意見交換において昨年を上回る賃上げを力強く呼びかけ、春季労使交渉ではそれに呼応する動きが広がっています。政府としてもこのモメンタムを保っていくべく全力を挙げます。春からの賃上げに加えて6月からは1人4万円の所得税、住民税減税を行い、可処分所得を下支えします。官民が連携をして賃金が上がり可処分所得が増えるという状況を確実に作り、国民の実感を積み重ねることで、長年続いてきた縮み志向の意識ではなく、賃金が上がることが当たり前だという前向きな意識を社会全体に定着させてまいります。持続的な賃上げを可能とするための人への投資を進めます。三位一体の労働市場改革を早期かつ着実に進め、多様な働き方を促すためのセーフティーネットの拡充、教育訓練やリスキリング支援の強化を図るための法整備も進めていきます。賃上げを生み出す企業の稼ぐ力の強化にも大きく踏み込みます。設備投資は過去最大規模の名目100兆円を実現する見込みです。これをさらに進めるため、国内投資促進パッケージでは水素や半導体など未来志向の戦略的物資を戦略的投資を促進するため、早期投資のみならず生産段階でのコストにも着目した税額控除措置を講ずるなど、過去に例のない投資減税や補助を講じることといたします。地域経済を牽引する中堅中小企業も省力化投資の支援措置などしっかりと後押しいたします。戦略的なインフラ整備も重点的に進めます。震災からの復興に向けて3月16日の北陸新幹線の延伸を予定通り進めるとともに、リニア中央新幹線の整備に向けた環境を整えるほか、道路空間をフル活用した自動物流システム構想を早期に実現していくなど、物流革新を進めます。脱炭素と経済成長の両立を図る GX を進めていきます。世界初の GX 経済移行債20兆円を活用し、産業、暮らし、エネルギーの各分野での投資を加速します。加えて今国会には水素、CCS、洋上風力の導入拡大のための法案を提出します。さらに、カーボンプライシング制度の令和8年度本格導入に向けて、大企業の参加義務化や、個社の削減目標の認証制度の創設を視野に、法定化を進めていきます。原子力発電についても、脱炭素と安定供給に向けた有効な手段の一つとして、安全最優先で引き続き活用を進めてまいります。初の首脳会合で会合を開いたアジアゼロエミッション共同体の取り組みを加速します。アジア諸国の多様な取り組みに日本の技術力や金融力で貢献し、同時にアジアの成長力を我が国に取り込んでいきます。
科学技術は産業構造転換の鍵であり、未来を切り開く礎です。1995年来、科学技術基本法の下目指してきた科学技術創造立国を令和においても真に実現するため、長期的ビジョンを持った国家戦略を策定します。 AI については規制と利用促進を一体的に進めます。昨年の G7 広島サミットで創設した広島 AI プロセスの成果として、生成 AI のリスクへの対処を目的とした初の国際的な枠組みである包括的政策枠組みに合意をしました。 AI の安全性の評価手法の研究機関を設立します。宇宙分野についても、今月日本の小型実証機が初めて月面着陸しました。アルテミス計画において2020年代後半の米国人以外で初となる日本人宇宙飛行士の月面着陸を目指し、民間と共同で進めます。バイオ、量子、フュージョンエネルギーなどの技術についても中長期的視点を持って取り組み、投資促進、規制改革を進めます。また通信事業での国際競争力強化、研究開発の促進のために取り組みを進めます。スタートアップ育成5カ年計画を加速し、新しい挑戦を後押しします。スタートアップの資金調達は10年間で約10倍となるなど、順調な増加基調にあります。人材育成、資金供給、オープンイノベーションを着実に推し進め、成長意欲が高い中堅企業に対する支援も拡充します。新型コロナや大規模な自然災害を乗り越え、命への向き合い方、社会の在り方を問い直す機会となる大阪・関西万博の成功のため、オールジャパンで進めていきます。万博の主要な費用については外部専門家の知見も活用し、その適正性を継続的にモニタリングしてまいります。2000兆円を超える日本の個人金融資産を国民所得の伸びと稼ぐ力に役立てます。年初から抜本的に拡充した新NISAがスタートしました。家計の資産が投資に向かい、企業価値向上が家計の所得増につながり、さらなる投資や消費が生まれるという好循環の実現を目指します。コーポレートガバナンス改革の実質化に加え、資産運用業とアセットオーナーの運用力の向上に取り組み、我が国のインベストメントチェーンを強化していきます。歳出改革を継続しながら、賃上げの取り組みを通じて所得の増加を先行させ、デフレからの完全脱却を果たすことは、高齢化等による国民負担率の上昇の抑制につながり、財政健全化にも寄与します。経済あっての財政であり、まず経済を立て直し、そして財政健全化を着実に進めます。日本経済の最大の戦略課題はデフレ完全脱却である一方、日本社会の最大の戦略課題は人口減少問題です。民間有志による人口戦略会議の提言の深刻な危機感も踏まえつつ、今政府ができることは全てやるとの構えで全力を挙げていきます。第一は子ども子育て政策です。前例のない規模で子ども子育て政策の抜本的な強化を図ることにより、我が国の子ども1人当たりの家族関係支出は GDP 比で 16% と OECD トップのスウェーデンに達する水準となり、画期的に前進します。
財源確保については、まずは徹底した歳出改革等によって確保することを原則とし、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することで国民に実質的な負担が生じないこととしています。今年は児童手当の抜本的拡充、高等教育の負担軽減、保育所の76年ぶりの配置改善、児童扶養手当の拡充など、いよいよ本格実施されるステージに入ります。今国会に必要な法案を提出し、スピード感を持って実行に移してまいります。単に制度や政策を策定するのではなく、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を高める取り組みを車の両輪として進めてまいります。子どもに対する性犯罪、性暴力は重大な人権侵害であり、あってはならないことです。子どもの性被害を防止するための法制度について、今国会での法案提出を目指し、より実効的な制度となるよう検討を進めます。また質の高い公教育の再生、教育の国際化とともに教職員の処遇見直しを通じた質の向上を図っていきます。女性の活躍を全力で後押しします。これまでの取り組みもあり、女性の就業率は 53.2% で過去最高、特に25歳から39歳は初めて8割を超えました。これをさらに進めるため、女性役員比率の目標等に向け、人材の採用育成を支援いたします。また男女ともに仕事と育児の両立ができるよう支援策を充実させていきます。高齢者やご家族の皆様にとって切実である認知症への対応も進めます。関係者の思いが込められた認知症基本法が今月から施行されました。認知症の方ご本人ご家族にご参加いただいた認知症と向き合う高齢社会実現会議の成果を、基本計画の策定や独居高齢者を含めた高齢者の生活上の課題への取り組みに生かしてまいります。これらの取り組みを通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての方が生きがいを感じられ、その尊厳が損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な共生社会を実現してまいります。人口減少に適応しつつ、国民のニーズの多様化、複雑化に対応するため、デジタル行財政改革が求められています。デジタルの力を生かして、人手不足が深刻化する中、公務員の数を増やさずに、行政サービスを持続できる環境を作ります。併せて、基金の見直しや、予算事業の見える化などを推進します。さらに利用者起点で発掘した課題を踏まえ、デジタルと規制改革を組み合わせて課題を解決していく方策を実行していきます。その際、デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードの利便性向上を徹底的に進めます。特にライドシェアの課題については、地域の自家用車や一般ドライバーを活用した新たな運送サービスが4月から実装されるよう、制度の具体化と支援を行います。これらの施策の実施効果を検証しつつ、ライドシェア事業にかかる法制度について6月に向けて議論を進めます。自動運転についても2024年度において社会実装につながる一般道での通年運行事業を20箇所以上に倍増し、すべてなくして日本の発展はありません。それぞれの地域においても絆の力を
基盤基礎に新しい取り組みが始まっています。観光や農業などの基幹産業の発展を支援し、そして安心して暮らせる地域の成長も後押しするため、2030年訪日客6000万人、消費額15兆円を目指します。その際、一部の地域時期への偏在によるオーバーツーリズムを未然に防止し、全国津々浦々に観光の恩恵を行き渡らせるため、観光地観光産業の高付加価値化と地方部への誘客を強力に推進します。地方が支える農業は国のもといです。我が国の農業が直面する食料や肥料の世界的な需給変動、環境問題、国内の急激な人口減少と担い手不足といった国内外の社会課題を正面から捉え、これらの克服を地域の成長へとつなげていくべく、農政を抜本的に見直します。このため、農政の憲法と位置づけられる食料農業農村基本法について、制定から四半世紀を経て初の本格的な改正を行うべく、今国会に改正法案を提出いたします。さらに、不足時の食料安全保障の強化、農地の総量確保と適正有効利用、食品原材料の調達安定化、スマート農業の振興を体系的に推進するため、これらの関連法案も今国会に提出をいたします。合わせてグリーン農業、循環型林業、養殖業への転換など、環境に配慮した持続可能な農林水産業及び食品産業への転換を促進するとともに、国内の生産基盤の維持の観点も踏まえ、農林水産物の輸出をより一層促進してまいります。農政の基本は現場にあります。現場で日々汗を流し苦労されている方々に寄り添い、その前向きな取り組みを後押しする農政を展開してまいります。平時から安全安心を守り抜きます。能登半島地震を含め激甚化する自然災害を踏まえ、ハードソフト両面から流域治水やインフラ老朽化対策をはじめとする防災減災国土強靭化の取り組みを継続的に進めてまいります。また地域における持続可能なインフラ整備に向けて、官民連携により流域における総合的な水管理を推進するとともに、空き家遊休不動産を積極的に活用するスモールコンセッションなどを推進します。また資源のリサイクル等を進め、地域での資源循環を強化します。福島の復興は政権の最重要課題です。生活や生業を取り戻すため、政府としても全力で取り組みます。またアルプス処理水放出を受けた中国等による日本産水産物の輸入停止に対し、即時撤廃を求めるとともに、影響を受ける水産物の国内需要拡大や新たな輸出先の開拓、国内での加工体制の強化等を着実に進め、我が国の水産事業者を守ります。年初の羽田空港の衝突事故を受け、二度とこのような事故が起きないよう、ハードソフト両面から再発防止対策に迅速に取り組むとともに、運輸安全委員会による原因究明を踏まえ、航空の安全安心に向けた抜本的な対策を講じてまいります。国際社会は緊迫の度を一層高めています。ウクライナ侵略や中東情勢はもとより、米国大統領選をはじめ
今後の世界の行方を左右する重要な国政選挙も目白押しです。 G7 広島サミット、キャンプデービッドでの日米韓首脳会合など、これまでの積み重ねを形にし、日本ならではのアプローチで世界の安定と繁栄に向け国際社会をリードします。まず同盟国同志国との連携が重要です。4月後半に予定している国賓待遇での訪米などの機会を通じ、4月前半に予定している国賓待遇での訪米などの機会を通じ、我が国外交の基軸である日米関係をさらに拡大進化させます。日米同盟を一層強化して、我が国の安全保障を万全なものとし、地域の平和と安定に貢献をします。またさまざまなチャンネルを通じて、サプライチェーンの強靭化や半導体に関する協力など、経済安全保障分野における日米間の連携を強化いたします。先月東京で開催した日 ASEAN 友好協力50周年特別首脳会議の成果も踏まえ、また日米豪印などを活用しつつ、関係各国との連携を強化し、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の推進 における協力を一層進めます。国際的課題への対応などで協力していくべき重要な隣国である韓国とは、ユン大統領との信頼関係を礎に、幅広い連携をさらに拡大進化させるとともに、日米韓3カ国での戦略的連携や日中韓の枠組みも前進させます。中国に対しては、昨年11月の習近平国家主席との首脳会談をはじめ、あらゆるレベルでの意思疎通を重ねてきています。これからも戦略的互恵関係を包括的に推進するとともに、東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試みに対するものを含め、我が国として主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、諸懸案を含め対話を行い、共通の諸課題については協力する、建設的かつ安定的な関係を日中双方の努力で構築をしていきます。対ロ制裁、対ウクライナ支援は、これを今後とも強力に推し進めます。2月には東京で日ウクライナ経済復興推進会議を開催する予定です。日ロ関係は厳しい状況にありますが、我が国としては領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針を堅持いたします。拉致被害者ご家族が高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題です。また北朝鮮による核ミサイル開発は断じて容認できません。すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現し、日朝関係を新たなステージに引き上げるため、また日朝平壌宣言に基づき北朝鮮との諸問題を解決するためにも、キム・ジョンウン委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいります。昨年の広島サミットでは、 G7 以外の首脳らも一堂に会した場で、法の支配、主権や領土一体性の尊重等の重要性について認識を一致させることができました。この成果を土台としながら、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化を進め、ブラジルでの G20 などの機会を捉え、グローバルサウスとの連携も深め、世界を分断や対立から協調に向け導いてまいります。また食料危機や気候変動、感染症などの世界的諸課題に対しても、人間の尊厳を中心に据えた外交、
国際協力を日本ならではの強みを生かしつつ推進いたします。ロシアの核兵器による威嚇や北朝鮮の核ミサイル開発、等により核軍縮をめぐる、情勢は厳しさを増しています。しかしそのような中だからこそ、昨年発出した核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンを強固なステップ台としつつ、国際賢人会議の英知も得ながら広島アクションプランの下で取り組みを一つ一つ実行し、核兵器のない世界に向け現実的で実践的な取り組みを継続強化してまいります。我が国が戦後最も厳しい安全保障環境のただ中にあることを踏まえ、防衛力の抜本的強化を着実に具体化し、自衛隊員の生活、勤務環境、処遇の向上にも取り組みます。また日米安全保障体制を基軸とする日米同盟は、グローバルな安定と繁栄の公共財として機能しており、同盟の抑止力、対処力を一層強化します。基地負担の軽減にも引き続き取り組みます。普天間飛行場の一日も早い全面返還を目指し、辺野古への移設工事を進めます。また沖縄経済を強化すべく支援を継続します。防衛力の抜本的強化に必要な財源確保についても、一昨年末の閣議決定の枠組みに基づいて方向性を明確化し取り組みます。防衛力の強化や外交安全保障とともに経済安全保障の抜本的強化が急務です。セキュリティクリアランス、サイバーセキュリティ強化に取り組みます。我が国のサイバー対応能力の向上はますます急を要する課題であり、関連の法整備に関し可能な限り早期に法案をお示しできるよう検討を加速します。その他の先送りできない課題についても取り組んでいきます。まずは憲法改正です。衆参両院の憲法審査会において活発な議論をいただいたことを歓迎します。国民の皆様にご判断いただくためにも、国会の発議に向けこれまで以上に積極的な議論が行われることを期待します。またあえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えております。今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。安定的な皇位継承等への対応については、皇族数確保のための具体的方策等を取りまとめ、政府から国会にご報告しております。早期に立法府の総意が取りまとめられるよう、国会において積極的な議論が行われることを期待いたします。平成28年の熊本地震では、価値ある多くの陶芸品が破損しました。それに手を差し伸べたのは輪島塗りの職人でした。割れた陶器の破片を集め、漆と金でつなぎ合わせる輪島塗りの金継ぎという技法で見事に修復をしました。被災地熊本の作品と輪島塗りの伝統技術が融合した新しい芸術作品は、美しい復興の象徴として人々に感動を与えました。被災地を思う絆の力と若者たちのアイデアと、クラウドファンディングによる支援が組み合わされ、日本の新たな力が輝いた瞬間でした。同じ被災地だからこそ寄り添った対応ができる。保健所への職員の派遣、寄付金事務の代行、被災鉄道への支援、若い世代も含め、今度は熊本から石川に8年前の恩返しの動きが広まっています。
伝統と若さ、民間企業と公的機関、地域社会とスタートアップ、今回の震災の復興にあたっても、こうしたさまざまな組み合わせによって生まれる新たな力が能登を取り戻す原動力となっています。新たな力は被災地にとどまるものではありません。最初から世界での活躍を見据える志を持つ若者、地域の課題を新たな技術で解決する試み、国民一人一人が持ち場でコツコツと地道に取り組んでいる、現場、さまざまな場面で新たな力が生まれていることに気づかされます。この営みをつなぎ合わせ、デジタル、グリーン、官民連携、スタートアップなどの新しい要素と組み合わせていく。そうすれば、明日は今日より良くなる日本に向かう確かな力になっていくと確信をいたします。日本を変えていくこのチャンスを必ず掴み取る。与野党それぞれの立場はありますが、議員各位とともに次の世代のために全力を尽くそうではありませんか。国民の皆さんのご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。朝刊チェック1月31日配信分です。5秒前、4、3。おはようございます。時刻は間もなく9時30分になろうかとしています。1月31日水曜日、今日もスロバキアワインのマイティワインの提供でお送りしてまいります。朝刊チェックでございます。今、生配信をご覧いただいていた皆様には、岸田総理大臣の昨日の施政方針演説を50分ほど聞いていただきました。ムカつくのでという方もあったかもしれませんが、ムカついて聞かないという選択肢は私にはございません。勝手にムカついておいていただければ結構なんですが、お聞きいただけましたでしょうか。もちろん私もムカついております。さまざまな論点があろうかと思いますが、政治と金の話がこれだけ問題になっていまして、お詫びは一応いたしました。原稿に書いてある通り、心からお詫び申し上げますというふうに言っておりました。100万円、1000万円、4000万円、5000万円、そこまでいった人たちは立件されておりますけれども、しかし無罪放免といいますか、不起訴に終わっている人たちがゴロゴロあの議場にいたわけでありますね。一方、こんなニュースが入っております。コンビニエンスストアのセルフコーヒーでレギュラーサイズ110円のカップにラージサイズ180円分の分量を複数回注ぎ入れたとして、兵庫県教育委員会は高砂市立中学の59歳の男性校長を懲戒免職処分といたしました。懲戒免職というのは諭旨解雇ではなく、もう定年そこまで来ている最後校長にまでなんとか上り詰めた方でございます。この人が1回あたり70円分悪さしたということであります。去年12月21日の昼休み、異なる分量を注いで店を出たところ、店員に声をかけられました。ちょっとお客さん、今レギュラーサイズなのにラージサイズのボタンを押しはりませんでしたか。窃盗容疑で捜査をいたしました。同じく不起訴にはなっております。起訴猶予処分、やったことは認めてはいるんですけれど。県教育委員会の聞き取りに対し、校長先生は過去7回、つまり
70円分の差額を7回490円ズルをしたということを認めました。間違って注いだらこぼれませんでしてね、店員さんも何も言ってこえへんかったんでついつい繰り返してしまいました。どこのコンビニか分かりません。はい、 L と R、 レギュラーとラージ、 R が左にあって L が右にある、ライト、レフト、これ滑走路やったらえらいことですね。羽田空港のレギュラーの、滑走路と2800メートルと、はい、ラージの3000メートルの滑走路とが例えばあるとして、 L と R 違ってたらえらいことですね。 L はレフト、 R はライトなんですがね。はい、まあ間違って押すこともあるでしょう。カタカナで書いてませんからね。大中小とも書いておりません。たまたま押してしまったらこぼれへんかった、ラッキーと思って70円かける7回490円分パチったということで、結果裁判にはかけられませんでした。逮捕もされませんでしたが、すべての立場を失いまして、今どうなんでしょうか。兵庫県の公立中学校の校長先生がいくら退職金をもらえるんでしょうか。まあ、少なくとも家一軒ローン払えるぐらいはあるんでしょうね。パーです。そんな美しい国日本、そのトップであります岸田総理大臣の、演説をお聞きいただいたということでございます。そして本日タイトルにしておりますのはこちらでございます。まだ出しますというので、5回目になるんですか、週刊文春、先月になりますね、12月の末に新春合併号で出しました松本人志さんの飲み会におけるその後の、寝室でのちょめちょめのお話でございます。まあ、正直言って今もう7人8人10人と出してこられても、そんな驚きはないので、私はまあ週刊文春電子版に入ってますので、応援の気持ちはもちろんあるんですけど、正直あんまり関心なくなっている、その、被害を訴えてはるんでしょうけど、それが被害と呼べるものなのかどうなのかも分かりません。10人目の新証言としか書いてありませんので、それよりは、もちろん松本さんの方が自分から出てくることはないんでしょうけれども、コンビニに買い物に行くときなのか、裁判所に、書類は自分では持っていけへんでしょうが、弁護士と打ち合わせに出かけるんであるとか、24時間我々の勝った中からですね、記者を貼り付けていただいて結構でございますので、勝手にやっていただけばいいんですが、松本人志さんの弁明、あるいはその木原で鼻をくくったような吉本興業の、あるいはちょっと今回は勘弁してよという大崎さんのコメントなんかどうでもいいんで、もっとこのことの真相に迫る証言を取ってきていただきたい、あるいはもっと他のタレントさんに、愛さんやエッチさんやっていう人たちのことがあるならば、そっちの横展開はあるにしても、正直もう僕のお腹はいっぱいになってはおりますけれどもね。はい、そんな声を聞いていちいち紙面作りはしておりませんし、私も皆さん今もう1458億人の方にご覧いただいておりますが、お一人お一人のご意見を伺っていたのでは、一人の人間は発信なんてできませんので、ただ独り言としてそんなことをつぶやいております。1月31日、1月は元日の能登半島地震をはじめ、2日に羽田の事故があり、もう本当にお正月気分のないままの1ヶ月が過ぎようとしています。しかし、どこかでそんなやるせないこと、腹の立つことありますが、一方、昨日配信をいたしました NHK の海外ニュースのサイトが出しておりました、ユダヤ人アウシュビッツで生き残って
そしてイスラエル建国したところで、家を持てた。しかしその家は実はパレスチナ人の住んでたところなんだというので、そこの人たちの荷物をちゃんと取っていたお母さん、その息子さんのお話、人間の持つ善なる心、聖なる存在としての人間、まあ、そんなこともご紹介しながら私なりにバランスをとってお届けしていきたいなと。のんきに、ねえお花畑のような放送内容配信は私はできませんし、一方でずっと怒ってるようなガミ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 言ってるようなそんなことでは、まあ、人によってはそれでバランスが取れてるんでしょうが、私は取れませんので、まあまあ自分なりのバランスで取り上げようと思うことを取り上げて、取り上げないと判断したことは皆さんが興味があっても取り上げない、それは私の判断でございますので、ルールブックは私でお届けをしてまいります。1月31日水曜日、朝刊チェックスタートです。来てよし、見てよし、買うてよし、ようこそ天神橋筋商店街天禄てんこ盛りスタジオへ。こもさん、小森康則でございます。今日もスロバキアワインのマイティワインの提供でお送りをしてまいります。昨日お昼間北新地のところを通りまして、マイティワインのお店が出てるんですけど、行きましたらまだ昼間でしたので閉まっておりました。はい、また夜行って、ワインの情報など、そして奥にはちょっとカウンターではない、はい、おしゃれな空間がある。まだそこ僕入ってないんで、行ってきて皆さんにご報告させていただきますね。さて、昨日手紙が届いておりました。はい、先ほど開けまして読ませていただきました。てんこ盛りスタジオ小森康則様というので、釧路にお住まいのひとみさんという方から頂戴をいたしました。苗字の方がひとみさんでございます。ありがとうございます。毎朝ラジオ代わりに聞いております。日刊になりつつあります。ありがとうございます。ちょうど1週間前ですね、1月24日釧路川に流氷が流れ込んだとしまして、網走川河口の写真を紹介してましたよね。翌日も釧路川と言ってありましたよね。釧路在住の者として訂正してください。はい、ごめんなさい。もう網走だと思って、完全に網走のつもりで、だって刑務所の話もしてますから、去年の2月の焼肉大会の話とかもしてましたんで、完全に網走と言ったつもりで釧路と言っておりました。まず流氷とはっていう言葉で書いていただいておりまして、すみません、ありがとうございます。もう流氷記念館も行ってますし、ガリンコ号も乗っておりますし、もう流氷の仕組みから、はい、もう全部理解しておりますんで、もうすみません、言いそこ間違いでございました。申し訳ございませんでした。他人の間違いを指摘するのは本意ではありませんが、釧路と取り違えられた網走の方々を含めての一人として老婆心ながら申し上げました。大人の修学旅行に流氷観光も提案しようと思いましたが、いやもう去年行ってるんです、去年も一昨年も、行ってまして、はい、メールアドレスがわからないので手紙とさせていただきました。今後ともお元気で配信を続けていただくことをご記念申し上げます。はい、釧路市在住ひとみ明弘様、大変申し訳ございませんでした。住所もちゃんと書いてありますんで、お詫びの印にステッカーを、お届けすることにいたします。このステッカー、携帯にでも貼っていただければと思います。誠に申し訳ございませんでした。まあ、考えてみましたら釧路と網走、まあまあ間違えられることはあるのかもしれませんけどね。まあ、平方の人が舞方と呼ばれるとか、ね、大東市と東大阪市間違えられたら、それはまあ大東の人も東大阪の人も怒ると思いますんで、もう誠に申し訳ございませんでした。お恥ずかしい限りでございます。さて、
そんなコモさんと行く大人の修学旅行、いよいよもう締め切りが迫ってきております。こちらでございます。日立不思議発見の旅、現地集合というのも OK になりました。茨城空港まで我々はスカイマークエアラインで、神戸から飛んでいくんですけども、3月2日から土日月の3日間でございます。茨城県、まあ、あまり観光でっていう風な方はねいらっしゃらないかもしれませんが、実に美味しいもの、そして見どころ満載でございます。コモさんといたしましては JAXA、宇宙ロケットのあの研究をしているところですね。そん中も入らせてもらって、別のバスに乗ってあの案内をしてもらうとか、はい、偕楽園ではちょうど梅は咲いた桜はまだかいなという時期でございます。日本で最古の酒蔵もあって、そこで日本酒も飲めますし、実は、まあ、これはとも言われているっていうぐらいなんですが、日本最古のワイン醸造所ですか、ワイナリーもあったりとか、はい、見どころ満載でございます。そしてぜひあのお越しください。コモさんとずっと向こうではバスでご一緒で、3食一緒に食べますし、その移動中にですね、この朝刊チェックではお話できないようなあれやこれやも、まあ、お酒の勢いもありまして、毎回お話をさせていただいております。さて皆さん、もう本当にあんなこともこんなこともなんでこんな風になったのか、それについてコモさんはどう思っているのか、やっぱり挨拶は大事であるとか、筋は通しとかなあかんなとか、あれやこれやとツアー参加の方だけが聞くことのできるあんな話こんな話もございますので、ぜひご参加くださいませ。詳しい内容 URL を貼り付けておりますし、そしてこのあと10時からになりますけれどもね、電話での受付もございます。電話はこちらですね。はい、大人の修学旅行 IAC トラベル大阪支店 050-2018-3210 050-2018-3210 IAC トラベル大阪支店でお申し込みをお待ちしております。前回の日帰りの時も、ああしまった間に合いませんでしたっていうのが ありました。まあ、なんとか滑り込みで来ていただくことができたんですけれども、ぜひまだ申し込んでいる間にお申し込みくださいませ。よろしくお願いをいたします。では朝刊チェック、本日もどうぞよろしくお願いをいたします。来られたんですか。乗り物のタイヤの卸し業。儲かりましたか。儲かりましたね。素晴らしい。丸いもんやね。あ、そうですね。丸いもんですからね。一人っ子。あ、そうですか。そら、もうほんまに目の中入れても痛くない。お母さんの得意だった料理は何でした。うちの母はまあ料理が上手で、何でもまあ美味しい。優しい優しいお母さん。この間日曜日に行ってきました。イベントの様子を短くご覧いただきました。こういう出前のイベントやってます。ファミリーヒストリー、家族の物語を紡いでいく、思い出を語りつないでいくっていう、そういう仕事をアンテリジャンでしております。おばあちゃん泣き出してね、お母さんの懐かしい写真、自分の子供の頃の可愛かったでしょうねえ。まあここで編集ではカットしたんですけど、
はよお母ちゃんのとこ行きたいって泣きはりました。そんな風に90何本になって、いやまだまだ長生きしようね、宝塚が好きで、この春に110周年を迎えております宝塚歌劇に宝塚大劇場行くんやって言ってはったんで、あんまり去年から今年にかけての宝塚の話はせんといて、ああそら楽しみやね言うて、お話をさせていただきました。さあそんなファミリーヒストリー生前ビデオを作っておりますコモさんの価値観で選んでおります。今日は朝日新聞を買ってまいりました。朝刊チェックヘッドラインです。岸田総理大臣は昨日の衆参両院で施政方針演説を行いました。詳しい内容と解説については昨夜配信されました YouTube 魚屋のおっチャンネルで木原誠二さんの地上波いらずをどうぞご覧ください。アルコールを飲まずになんとお話しいただいております。上川外務大臣は麻生元総理からおばさん呼ばわれされた上、そんなに美しい方とは言わないとバカにされたことについて、どのような声もありがたく受け止めているとだけ述べ、日本ではルッキズムが容認されると世界に向けて外務大臣として発信しました。法制審議会の部会は昨日、離婚した後も父母双方に親権を認める民法改正の要綱案をまとめました。揉めた場合は家庭裁判所が決めるということです。頭悪いねの発言でおなじみの自民党安倍派7回生で一度も大臣になれないまま議員辞職した長崎3区谷川与一前議員に対し、東京簡易裁判所は26日付で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。支払いにキックバックされた裏金を使うかどうかは分かっていません。去年11月に亡くなった池田大作創価学会名誉会長のお別れの会が昨日東京都内のホテルで開かれ、2600人が参列しました。首相動静を見ますと、岸田総理は国会演説があって欠席でした。わざと日程をぶつけてきたのでしょうか。日本テレビのドラマセクシー田中さんの脚本トラブルで原作者が亡くなった問題で、日本テレビは記者会見などでいきさつを詳しく説明することはもちろんなく、脚本家への誹謗中傷への注意喚起文を出しました。もう一方の当事者である小学館は、先生の多大なご功績に敬意と感謝を表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げますと、まるで秘書が勝手に出した弔電のような心のこもっていないコメントを出すだけでした。維新が大阪万博の PR に使おうとした阪神とオリックスの優勝パレードの運営が、大阪府から入札指名停止処分を受けている電通ライブ社がに発注していたことが分かりました。吉村知事はこのことを問われ、目をパチパチしながら弁明し、勝手に質問を打ち切っています。6年にわたって大阪府が地下駐車場に放置してきた美術品が錆びついてしまったり、美術品に直接引っ越しのステッカーが貼られるような敬意のかけらもない状態であったことが分かりました。以上、1月31日水曜日朝刊チェックヘッドラインでした。
時刻は9時52分となっております。さてこちらにポスターございます。3月の10日小保さんからのお知らせが多くて大変恐縮でございます。講演会がございます。私も対談でお話をさせていただきますが、緩和ケア医の関本雅子先生、息子さんを45歳で亡くされました、その関本先生が生前ビデオを残されていたと、そのご縁からですね、お母さんに来ていただきまして、後悔しない看取りの勧めという講演会、そしてその後私との対談をやらせていただきます。大阪駅前第3ビル17階小保さんの会社のすぐ横が貸し会議室になっておりますので、定員80人となっております。1000円の参加料がかかりますけれども、学生証などお見せいただきましたら、学生さんお子さんは無料というふうになっております。ぜひご参加くださいませ。よろしくお願いをいたします。さて、まずは国会であります。総理裏金事件お詫びと出ております。まあそれを心のこもったものとしてお詫びというかどうかですね。まあ皆さんどう思われますか。はい、まあまあ日本テレビも謝るんでしょうし、 TBS も謝るんでしょうし、朝日新聞も謝るんですけど、本当に心のこもった真摯な反省をしたお詫びと、そうでないお詫びと、日本語には2種類お詫びがあるというのはよくわかりますね。中身につきましては、先ほど生配信のところでは50分全文聞いていただきました。まあ施政方針演説、この1年をどうやっていくか、ちょっと待ってください。施政方針演説っていうのはこの1年、令和6年2024年をどう政権運営をしていくかっていうことですね。今入ってきた情報です。岸田総理大臣は今年12月31日まで今年総理大臣であり続けるつもりのようです。大変なことが分かりました。昨日施政方針演説をしているということは、岸田総理大臣は春とか夏とか秋とかそんなんじゃなくって、今年1年自民党総裁選挙もクリアして政権を運営していこうと思っているということが今分かりました。あちゃあ、そういうことですね。そういうことになりますね。まあまあやっていこうと思ったら、あれもこれも言わなあかんのはしゃあないんですけれども、一個最後の方に憲法改正のことについて、あえて自民党総裁としてと言っていました。まあ、自民党は党是として、憲法改正を目指すというふうに結党の時から言っているわけであります。でまあリベラルな派閥政策集団とタカ派の派閥政策集団があったりはして、鳩かなと思ってたら、高だったんですね。あ、そうですか。もちろん憲法改正というのはその手順も憲法で決まっておりますので、憲法を変えること自体について私は一言一句変えてはならない派ではございません。それなりに機運が高まってくる中で議論があって、で国民投票にもかけられて変わるということそのものに僕は異論はないのでありますけれども、しかしまあ考えてみますと、そういう声が、まあ憲法改正党というような新党から上がってくるなり、まあ自民党の中から一議員として上がってきたりっていうのは、まあそれはそれでありでしょうし、でまあ野党がそれに反対したり、野党の中でも賛成する人がいたり、まあそれはありだと思いますが、国のトップが今守らなければならない憲法ですね、それを変えるんだと、いやじゃあ自民党総裁である岸田文雄君と、内閣総理大臣である岸田文雄君は同一人物ですので、二人羽織をしろというわけでもありませんし、二つの性格をジキルとハイドのように行ったり来たりせえとも言いませんけれど、しかしまあ自民党総裁であるということと内閣総理大臣であるということで言うと、
まあ、内閣総理大臣が僕は優先するんじゃないかなと思いますね。うん。YouTuber としての小森康則とアンテリジャンで従業員を抱えているアンテリジャンの社長としての小森康則でいうと、当然のことながら YouTuber ではなくアンテリジャンの社長であるということが優先するのと同じようにですね、いやまあそう してないですかね、ごめんなさいごめんなさい、あ胸が痛い、胸が痛いです、あ胸が痛いです、頭が痛いです。まあしかし岸田さんですわ、総理大臣としては、まあ、憲法を守るって、まあ、そういう声が上がってきたときに議論皆さんどうぞしてくださいと、で国会で総辞議決されましたと、国民投票もやりますと、国民投票でも、憲法改正ということになりました、ならばその新しい憲法にのっとって総理大臣を続けますっていう立場なので、自分が先頭に立ってって旗振るのは、それを憲法違反という言い方に、するのかどうなのか分かんないんですけど、これ皆さん普通のニュース TBS だったり NHK もしれっと流してはりますけど、国のトップが憲法を守りませんと、憲法こんな憲法を守あのやってられへんから変えるぞって言ってるっていうトップのもとというのは、まあまああえて自民党総裁としてっていう文言を入れてるということは、総理大臣として言っちゃダメだよっていうことは、まあ早稲田ぐらいの頭の東大ではないですが、岸田君にも分かっているはずだと思いますんで、これ大問題じゃないかなと私は思うんですが、朝日新聞も特に見出しにはそこ触れてないですね、まあもうある意味淡々と各社書いておりますが、これはどうなんですか木原さん。昨日はなんかもんじゃ焼きを食べて一杯だけ飲んだけど、その後は黒ウーロン茶を飲んで酔いを覚ましてから、木原誠二の知事を入らずに出てお話でございました。ごめんなさいね、僕もバタバタしてて全部見られてないんで、後でまた見ときますけどね、木原さんすんません、もうご考説を賜りたいと思っております。まあ、少なくとも私の元に岸田総理大臣のお詫びの心は届いていなかったということはお話をさせていただきます。時刻は10時になりました。ポチッといいねをぜひお願いいたします。現在1656億人の方にご覧いただいておりますが、いいねが323いいね、まだまだ1000人以上の方がわしゃお前なんかにいいねを押すかよと、釧路と網走も間違うようなお前ごときに高評価など押してはならぬと思っている方、どうぞ優しくポチッと高評価をお願いいたします。さて、上川外務大臣でございます。上村さんではございません、上川さんでもございません。女性3人目ですかね、最初ではございませんよ外務大臣。麻生元総理からおばさん呼ばわりされました。そしてそんなに美しい方とは言わないというふうにバカにされております。しかしそのことについて上川さんが何と言ったのか、昨日の記者会見でこのように述べております。さまざまな意見や声があることは承知していますが、どのような声もありがたく受け止めています。まずまあ僕これ聞いて思ったのは、まあ、麻生さんの発言が論外であって、麻生さんが持ち上げようという時にわざわざこういうギャグにもならない人を差別するようなことを言っているというその論法も問題なんですが、上川さんが結局何も聞かへん人なんだなと、まあ、自民党もだ、まあ麻生さんもこれについて何か言うたっていう報道を知りませんし、昨日の
施政方針演説の中で女性が活躍するとかっていうくだりが、岸田総理大臣からありました。あんたんところの大将、元大将が女の人を、まあいやブスやと言ったわけでしょ、可愛い子ちゃんじゃないって言ったわけでしょ、でおばはんって、まあおばさんって言って言ったわけでしょ。そんなやつが力を持ってて、その力を持ってる人間に国のトップとして、党のトップとして、言ったって麻生は副総裁なんだから、あんたが総裁なんだから、おいおいと、ちょっと来いと、お前先輩やからって言って何でも言うたらええと思ったら大間違いやぞと、お前の言ったことでこんな波紋投げかけてるじゃないかと、だってと言うこともなくいる自民党、そして言われた本人が、言われた本人がいやいや構わないんですよって、まああの人もずっとそんなことをおっしゃってますからね、いやそれはそうなんでしょう、それはそうだと思いますが、し自民党という村社会の中でそういう処世術がないと生き残っていけない、なんやあいつは何でもかんでも噛みついてきやがってっていうやつが、めんどくさいやつ、可愛らしくないやつというレッテルを貼られる、この日本の村社会は重々分かっております。私もそこからはぐれてきた子猫のような存在ですから、はい、私、はい、もうそういう放送業界とかっていうところからもう追い出された、もう子猫か子犬のような存在でございますのでね、そんな風に上川さんのように言ったら、ある意味楽になるんやろうなとは分かりますけどね、分かりますけど、そこはダメですと、何を言ってはるんですか麻生さんと言わへんかったら、後に続く若い人、それはまあ女性だけじゃなくって、後に続く世代に対する責任を僕は果たしてないと思うし、結局いろんなことは言われますんで、それを参考にって 言ってんのは、番組審議会で番組審議委員会の人らがなんか放送局に対して文句言ったら、今後の番組制作にありがたく受けたまわりますって言って、その文言を来月も再来月も阪神の報告書にコピペしてるだけの現状などを見るとですね、結局何も聞きませんよと、一応言いたいことを法律で決められてるから、言いたいことを言うバーは作ってお弁当出してんのかお茶出してんのか知りませんけど、飲みに連れてるのか知りませんけども、その程度のことだと、結局上川さんの耳に入ることは何も私は聞いてませんよという、上川さんという人間がそういう人間であるということを言ってるようにも僕には聞こえるんですね。いやもちろん悪いのは上川さんじゃなくって、麻生さんなんですよ。で麻生さんに注意しない周りなんですよ。これももう松本人志権力とか、ジャニー喜多川権力とか、ビッグモーター若社長権力とか、宝塚 のとか、もうみんな同じ構造ですよね。力のあるもんが何か言っても、それをかばう方向にかばう方向にみんな言ってはるっていう、この日本間違ってますよと。いやまあ別にそれで麻生太郎を襲えという話でももちろんないですし、殴っていけっちゅう話でもないんですが、軽い気持ちで言ったそのダメなことはそれはダメですよっていう姿勢に外務大臣はなくて、でまあそのセクシャルな問題っていうのは今我々が思ってる以上に海外でもっと重視されているところでもあるわけで、そのことは分かった上でですね、日本ではルッキズムが認められてるんですよと、全然構わないと私は思ってますと、でそれも一般的な、あるいはもうめちゃくちゃ上川さんが、じゃあ美人だったとして、僕の大好きな鈴木杏樹さんのような顔の作りだったとしても、それが綺麗だとか綺麗じゃないとか、可愛い子ちゃんだとかブスだとかっていう話じゃないでしょっていうところがルッキズムの問題なんだけど、それを別に構わないんです、私がブスって言われたって私が OK ならいいでしょっていう、いやそれってそれを OK にしてしまうと、いやいじめられっ子がいじめられてもええって言うんだったら別に構わへんじゃないですかっていう社会になってしまいますよ。まあ、いじめはなくならないですが、やっぱりいじめたやつがダメだっていう社会にしないといかんのですけれど、でまあ麻生さんってまあそんな人やからねって、まあみんなが
村の人々は思っていると。師匠というのはそんなもんだよと、まあ、未だにやっぱり吉原馬雀さんに対するちょっとからかいめいたツイートとかやっぱりいっぱいありますよね。落語界が全部そうやとは思いたかないですけど、でまっちゃんを守ろうとする芸人さんたちのが手を返しなおかい言ってきますよね。もうこのやっぱりその日本のその村世間、といわゆる社会ソーシャルなものっていうところとの区別がついてないというかなんというか、まあ鴻上尚史さんが書かれている文章またいずれ昨日の NHK のやつじゃないですが改めて時間の取れる時にご紹介したいと思いますけど、結局我々が世間狭い世間の常識の中で生きてきて、そこから外れて違いますよって言われることに対して集団で身構えてしまって戦っていこうとする、その世間の村の掟が優先されているっていうことを、まあ、まさしく象徴している麻生太郎のコメントと上川さんがの処世術というふうな見方をしております。どんな声もありがたくって、僕どんな声もありがたくないですからね、ただただからかってきたいやついますから、それはもう感覚でわかりますから。松本人志また新しいの文春出るでって言ったら、まあ、昨日書き込んできた、まあ、多分おっさんやと思うんですが、暗い部屋の中でいいひひと思いながらツイートしてるんでしょうね。僕に対して同じ穴のムジナにならないようご注意くださいって書いてきてるんですね。でこんなもん僕に対する善意でも何でもなくて、ただ過去に一回やらかしたことのある人間に対してからかってるだけですよね。ええ、そんなもんをありがたいお声ですなんて僕は思いませんからアホらしもないなんてお前にそんなこと言われなあかんで、お前はどうやねんって、まあ、知りませんけど、その人が貧困法制な人ならば、ああそうですかっていうだけの話ですけれども、まあどんな声も受け止めますっていう人はどんな声も聞いてませんということと同じ意味だと僕は思いますけどね。あくまで私の考えでございます。10時9分、先ほど申し上げました10時からは電話の受付が始まっております IAC トラベル大阪支店でございます。日立不思議発見ツアーの受付始まっております。もう今電話が鳴り止まないということはまずなかろうかと思いますので、どうぞ 050-2018-3210 IAC トラベル大阪支店にお問い合わせくださいませ。法制審議会の部会のお話、今日新聞一面の右から左へ読みまして、左の肩という場所でございますね。肩ロースの場所でございますね。はい。離婚をした後も共同親権、父母両方ともに親権があるということに民法を変えましょうというお話でございます。父母が合意すれば離婚後にも共同親権を選ぶことができる。合意ができなければ家庭裁判所が親権者を定めます。また親権者を定めた後も家庭裁判所の判断でそれを変更できます。養育費について、まあ、これが実際問題、養育費こんだけって言っても払われてない例が非常に多くて、まあ、明石のようにそれを立て替えるという制度のある自治体も出てきてるわけですが、差し押さえをしやすくすると、他の債権に優先する特権を与える。また父母の取り決めがなくても最低限の法定養育費を請求できるようにする。また面会交流については家庭裁判所が試行試し的な面会交流を促せるようにするなど、まあ、こういう民法の改正については何かしらの問題があってこんなふうに変えてほしいという声が上がり、まあ、一方それに反対する人も、まあ、あるのはあります。それぞれの置かれている立場が違うんで、この改正によっていい方に行くという人もいるし、そうでないっていう人もいたりはします。100人が100人満足する制度やルールというのはないので、やってみてやはりあかんかったらまた戻しましょうかっていうようなこともあったりもするでしょうし、まあ非常に
まあ、こういう議論がなされているということを冷静に、まあ、それぞれの立場でああそれは歓迎という人も、いやそれはそうするとこういう問題ありますよという人も両方あるかとは思いますけれど、まあ議論されて何かを変えていこうということ自体は私は全く間違っていないなというふうに思っております。10時12分、頭悪いねという発言でおなじみの、まあまあ、82歳のおじいちゃんをそんなにいじめはんなやというね、谷川さんはおっしゃるでしょうけれど、まあ言っちゃったからね、これね、まあ、ずっと言われますわな。で、安倍派の7回生議員の中で、ただ一人だけ、大臣になれなかったと、ね、金を集めて力を、ね、つけて、そして一生懸命自分なりにこの分野でというので勉強はしたけれど、結局大臣にはなれなかった、俺の考えは間違ってたなと。でま あ, あみんながやっている、みんながやってることの中で、自分たちだけがまあ人柱にされてしまったという思いは本人はそらあるでしょうわな。うん、もう死ねと言うんですかというのも、人間っぽい発言として僕は記憶しておきますよ。その谷川雄一さんに対しまして、東京簡易裁判所26日付で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。公民権が停止されるということは、今後3年間選挙に出ることはできないということであります。まあ、通常公民権停止5年ということが多いのでありますけれど、これがまあ3年に縮まっているというのは、まあ議員辞職をしたということが、まあ釈量されたというふうにも言われております。ただまあ今82歳で、次3年経って85歳、もう一度選挙に出て大臣になってっていう夢はまあ果たせないわけでありまして、しかしまあこの間の長い会見で言ってました、この学校のいじめの問題であったりとか、彼なりに、まあ、もちろん地元長崎への、まあ、ある意味利益誘導にもなるのかもしれませんが、長崎のためにこんなことをしたいんだっていう、まあ、それは議員という立場を離れてもですね、まあやりはったらいいんじゃないかなと思いますし、お元気な間に一度本当に話は聞いておきたいなと。どうですかね、まあ、当然 NHK がファミリーヒストリーとして谷川さんを取り上げることは NHK のファミリーヒストリーとしてはありえないでしょうからアンテリジャンのファミリーヒストリーであれば、お金払っていただきましたら、原資が何かは知りませんが、ちゃんと領収書も出しますんで、作らせていただきますけれどもね、話は聞いてみたい、興味湧くおじいちゃんではございますけれどもね、はい、公民権停止は5年ではなく3年だったそうでございます。10時15分、去年11月に亡くなったとされています創価学会の池田大作名誉会長、その晩年についてはどのような状況であったのかというのはよく分かっておりません。昨日東京都内のホテルでお別れの会が開かれました。まあ、コモさんとしましては、そこで池田大作さんの生前ビデオが流れたらすごいなって思いますでしょ。今日なんか朝日新聞第三社会面にこんな一番ちっこい扱いですからね。まあもちろん政教新聞は扱いが当然違うんでしょうけれど、もうちょっとまあそこであと1行2行増やしたとことてなんですけど、あ、こんなもんかと。まあ、財界なんかからも来はったという2600人、まあ、全国の創価学会のところにもライブ中継されたんですかね、同じようにお別れの会がありましたということが短く報じられておりました。岸田総理大臣行くのかなと思ったら行ってませんでした。まあ午前中は別の会議があって、午後からは衆参両院での施政方針演説がありましたので、そんなところへは行けませんということなんでしょう。逆に言うと公明党の議員さんたちは昨日どうしてはったんですかね、午前中だったんですかね、ちょっと時間的なことはよく分かってないんですが、昨日行われたということです。行ったら行ったで何か言われるし、行けへんかったら行けへんかったで言われるんで、施政方針演説を
火曜日にずらそうかっていう話があったのかなかったのか知りませんよ、知りませんが、知らんけどなんですけど、まあ、結局行きはれへんかったんですね、と。亡くなった時の扱いとはちょっと違うのかなと、その辺が正解の力学も影響してんのかなみたいなところですね。10時17分。さて、まあ多くの方がですね、この朝刊チェックご覧になっている方は65歳以上の方が半分以上ですし、セクシー田中さんと言われても私自身がその見てなかったんで、漫画も知らなかったんで、まあ、何もよう言わんのですけど、そういう意味ではね、このところセクシー田中さんの話がいっぱい出てきております。原作者が亡くなってしまいました、栃木県内で、脚本をめぐるトラブルがありましたということでですね、まあ、ツイッターなんかを見てると、もうツイートの僕のところに流れてくるおすすめで言うと、もう3割ぐらいこの関係なんですね。だからめちゃくちゃみんな意識してるんですよ。しかし、まあ新聞で言うと芦原さんの訃報は小さく出ていましたけど、その背景にあるものとかっていうようなことについては、もう本来社説であったりっていうようなところで取り上げられてもおかしくない話なんですが、天聖人語で取り上げられててもおかしくないような大きな問題をはらんでいる。そしてまたその、 バックグラウンドのある中で一人優秀なその才能を持つ人が追い込まれて命を絶ってしまったっていうことですねなんだけど、それについて書いてないんですよまあ何でもかんでもその戦場的なジャーナリズムがいいわけでもないですし、覗き見趣味の一般大衆に合わせて、作る必要もないのでそれが、まあ、クオリティペーパーとしての立場だと朝日新聞の人なんかは言うのかもしれませんが、今これだけ激しく動いている中でそこを全く取り上げないっていうところは、僕はメディアとしての役割を放棄していると思いますんで、まあ、それは、夕方の各局のワイドショーであったりとか、まあね、読売テレビでやってるて日本テレビがやってるところ以上のことを宮根さんが言われへんとかっていうのは、まあ、それやったらお前って言っちゃいましたが、それやったらお前いる意味ないんちゃうんけとも思いますし、でね、今以降話題になってるところいろんな論点あるんで、その脚本家を誹謗中傷するなっていう話です。で、まあまあ、その亡くなった人は亡くなってしまったからもうしゃあないやんけという意味ではないんですけど、脚本家は脚本家で、まあ、日テレの言う通りに、まあ、基本やったんでしょうから、僕はまあそういう意味で脚本家を叩いていくっていうところには異論があります。それよりはそういうこういうトラブルを起こした日本テレビの問題であろうと、まあまあプロデューサー過去にも同じようなことをやらかしているっていう話もありますし、まあそのプロデューサーに限らず、その漫画なりを原作にした時、まあ、それは他の映画とかもみんなそうですし、洋の東西問わないんですけどね、ネバーエンディングストーリーが原作者がその激怒したという話もありますし、他の漫画でもそんな微々たるもので、それはその微々たるものっていう、まあそれは50万なんか100万なんか知りませんけど、そういう値段をもっと上げろっていう議論もまあ一つはあると思いますけども、でそうあったらいいなとは思いますが、またまあちょっと そこの金額交渉の話でもないという中で、やはりその何かを、まあだからいわゆるクリエイターっていう言葉は、あるもんをプラモデルを作るというのをクリエイターとは言わないので、
基本その創造、創造っていうのは創造主の創造ですね。クリエイトっていうのはつまりゼロから作り出す、まあまあ本はさゼロからっていうのはないんですけど、まあその人の人生をかけて人格をかけて作るものなので、なんかあるものを組み合わせてポッポッとやりましたっていうものではないという意味でのクリエイター、原作者、そこに対する敬意というものが、まあテレビドラマ作りの世界ではほとんどないということが、まあ今回明らかになっているというところですよね。まあまあ、あえて、まあ、まさにあえて言うと、まあ、私のこの長官チェックを、まあ、簡単になんだやかんや言うて叩くのはなんぼでもできますけど、まあ、800何十日ずっと、朝起きて出てきてこうやってやっているという、まあ要は、うん、ゼロから長官チェックを作り上げている私に対する、まあ、敬意をくださいと言うたわけじゃないですけど、そういう自分のでけへんことを、まあ好みに合うかどうかは別として、味付けがお好みに合うかどうかは別として、ゼロから生み出してはる人らに対する敬意というものは僕はあってしかるべきだと思いますし、そういう世の中であってほしいと思うし、自分もそうありたいと思うなということなんで、まあ、今回の事案についてはそのゼロから生み出してきた原作者に対する敬意が日本テレビや日本テレビのプロデューサーや、まあ、脚本家にもなかったんだろうとは思うので、役者さんたちはまあね、その、台本脚本とディレクターの演出家の指示に従ってやってるわけなんで、そこで責任を負わせてあげるのはいかがなものかと思いますけれども、で日本テレビが脚本家に対する誹謗中傷に対して注意喚起、いやそれはだから、そうなんですよ、あれ、そうですよねっていう話で、ならばまあ局は違いますが、フジテレビはちゃんと、プロレスラーの花ちゃんを守る必要がありましたし、TBS は農協のノルマ営業のことを言った2-3に出てきた人の身バレしないようにもっとちゃんと守るべきでしたしっていう、まあまあまあいろんなことはあるんですけど、日本テレビの言ってることは別に間違ってはいないんですが、それを言うなら別にみんなが分かってへんから誹謗中傷するという話でもないですし、誹謗中傷するやつは 何を言ったってまあ分からへんような頭おかしいやつらですから、そういうことでないとバランスの取れない低次元のやつらですから、もうしゃあないんですけど、まあ今見てる人の中にもいると思いますけどね、それはね、なんなんやという書き込みやっぱり時々出てきてますから、それはまあ安田太郎さんのところのご家族に対することも含めてね、うん、僕はまあムカついて読んでますけど、読んだら消していってますけど、ブロックしていってますけど、やっぱり分かっとるわけですから、何があったかということを日本テレビの側として自分たちはこう解釈してるけど本当はそう解釈できへんやろうという、こういうやり取りもありましたということは日本テレビは全部グリップして分かってるわけなんで、その上で自分らができるだけ有利になろうと思ってやってはるんでしょ。わかります。わかりますけれども、よその会社の問題やったら記者会見開け言うて、記者会見開けんかって勝手に家の前まで行ってカメラ回してピンポン押してピンポンダッシュするんじゃなくて、ピンポンピンポンって言って出てくるまでピンポン押しているのがあんたらの仕事なんだから、そら原作者とのやり取りがどういうことがあったのかっていうことを、そんな航空機事故と調査委員会じゃないんだから、ボイスレコーダーと、フライトデータレコーダーを分析しないと、それアメリカに持っていかないとっていう話と違いますから、まあ、1日ちゃんと調べたら分かる話でしょ。昨日1日調べましたと、今日こうなってると今の段階ではこうですと、こう言ってますと、記者会見は握手やと思いますよ。記者会見をしてしまうとそこで突っ込まれるからっていうのは、もう去年みんな反省してるから、僕もアドバイザーとしては記者会見せえへん方がええよって言ってますけども、でも
脚本家に対する誹謗中傷をやめなさいっていうふうな注意喚起の文章を出すならば、日本テレビは自分らがこういうことを言ってました、こんなことをトラブルがあったけど無視してやってましたっていうことをちゃんとリリースしないと、それは納得しないですよ。だからといって別に脚本会に対して日本テレビに対して誹謗中傷をすることがいいわけではないですが、日本テレビという法人はそこの担当者たちはやはりこういう人を死に追いやってしまったようなことに対して何があったのかということを自分らなりの見解をちゃんと出すべきですよ。それをその多大なご貢献がありましてみたいなことでご冥福をお祈りしますっていうような、僕の大嫌いな弔電、はい、僕弔電とか祝電打つときは絶対採用されようと思って書くんですね。それはその人との関係性の中で当人たちしか知り得ないようなことを入れて、こんなことをしてこんな時にこのお店でこんなことを言われて、それが悔しかったです、悲しかったです、嬉しかったです、ありがとうございましたっていうことを入れるようにしてるんですね。まあ、それでもそらなんとか銀行の頭取さんの方が偉いからそういう人の弔電が読まれていくんですけどでもまあ大体採用されますわ。だってあんなん本人ら出してへんもん、秘書が勝手に連絡来たから言うて弔電売ってるだけですから、はい、ご尊父の不法に接し心から哀悼の意を表します、ご冥福をお祈りいたします、神道の人やったらご冥福をお祈りしますって言ったらあかんねんなとか、まあまあそういうマナーはあるとしても、あんなしょうもない弔電ね、と同じような感じですよ。小学館間に入ってました、まあ、ここもまだ今よく分かりません、作家の方に原作者の方にちゃんと向き合っていたのか、それともその意図を分かった上で、漫画が売れるんやったらテレビで取り上げてもらったらラッキーと思って日テレと握ってたのか、その辺は分かりませんが、なんと短い、先生の多大なご功績に敬意と感謝を表し慎んでご冥福をお祈り申し上げます。もうまるで三井住友銀行の頭取が、三菱 UFJ 銀行の頭取が出している、はい、ご母堂の訃報に接し心からご冥福をお祈り申し上げます頭取なんとかっていう、そういうやつですよね。心のこもってない会社やなと思いましたね。日テレが言えへんかったとしても、小学館としてこういうふうに思っててこういうふうに言ったのにこうなってましたっていうことをもう十分調べられる時間があったと思いますし、もう一つ僕ツイートしたんですけど、労働組合、もう僕あんまりその組合活動っていうのが好きじゃなくて、毎日放送な、まあまあ毎日放送は当然みんなが組合員じゃないんですけど、まあ組合の人が頑張って持ってるから今年の春闘でなんぼ上がったって、あ、なんぼ激励金がもらえた、ありがとうございますと思って、まあ、組合が週に1回出しているビラは一応もらうようにはしてましたけど、本来それはその思想的に左であるとか権力に反発するとかなんとかじゃなくて、やっぱりその会社で、まあ、正社員だけじゃなくてそこで働く下請け、孫請け、ひ孫請け、フリーランス、一番弱い立場の人たち、あなたたちが2000万3000万もらってるところで年収100万ちょっとで やってる人たちもいる、そういう人たちの生活や安全を守ろうとするのが僕は労働組合という立場だと思ってたんですが、今のところごめんなさい、僕の知ってる範囲で日テレの労働組合が、小学館の労働組合がこんなおかしいって言ってることはないわけですね。僕らが行って今日テレに行ってちょっと編成入って行って何があったんですかって言ってマイク突きつけるわけにはいかんですよ、そのカードないからピーって言ってな、入れてもらえないですよ。しかし労働組合に所属している社員さんたちは同じところにピッて言って入っていってるわけですね。顔認証かなんか知りませんけどピッて言ったら同じフロアに行けて、13階やったら13階へ行ってるわけですね。ここに編成がある、はい、ここに会議室がある、そこの会議室でなんか今日やってるでっていう中に入ってる人もいるわけですね。もう今組合離れて管理職になってるけども一緒にお昼ご飯食べて、いやもう今日の午前中の会議大変だったよって、
どうやって隠蔽するかっていうのでもう社長が出てきてどうのこうのみたいな話のいるやってる空間に一緒にいる働いてるわけですよね、組合の人ら。いや別にそのなんか秘密を漏らせとかそういう話でもないんですけど、自分の会社、自分らの仲間、自分たちの上司がやってることでこんなに間違ってることがあるっていうんだったら、組合が先頭に立ってこれはおかしいという声を上げるのが労働組合っていうもんだと思ってたんですが、違うんですね、違うんですね。はあ、もう何十年にわたって自民党政権が組合をこう骨抜きにしていったというところはこういうふうになっていったんですね。本当にありゃりゃ、うん。まあ脚本家と演出家、原作者との関係というのはまあまあそういう意味で言うと今回実に悲しい、残念な、あるいは腹の立つ結果が出てしまっているんですけれど、まあ、そもそも何かを作り出していこうという中でそこに見解の相違は出てきます。それはね、それは旧古川のディレクターはもう小森お前もオープニングから長すぎんねんって思いながら、まったり喋っとるわ、もういつでも CM 行くぞ、もう曲準備してるぞって、まあ、思いながら多分球振ってたでしょう。でこっちはこっちでそう思ってるやろうけど、知るけえとこっちは、まず空気作らへんかったからね、このことに触れへんかったら悪かと、お前それめんどくさいと思ってるの顔に変えたらぞめんどくさいと、アホちゃうかお前、放送やっとんねんぞと、公共の電波預かってやっとんねんから、ここでこの話せえへんかったら、なもん俺こんなとこから逃げ出そうやつやと思ってんのかお前と思いながら、まあ喋ったりする、例えばですよ、みたいな。ことがまあ日々現場では行われているわけで、まあ、最近はそういうのがなくて物分かりのいい喋り手がもう面倒くさいことの嫌な人の急で喋ってはるのかもしれませんけども、で例えばなんですが、まあ、これはここで出すのがええかどうかちょっと迷ったんですけど、おかみさん時間ですよってありましたね、森光子さんの銭湯が舞台の、天地真理さんがいて、堺正明さんがいてのあの時間ですよ、ですよね。あれ最初橋田壽賀子さんが、オンタイガー橋田壽賀子ドラマだったんですよ、橋田壽賀子ドラマ、演出が久世さんという方でございまして、もうこれも TBS のドラマの TBS の黄金期をやりはった人、まあ、そういう楽しいタッチのものだけじゃなくていろんなドラマを作ってある久世さんという方がディレクター演出で、そして脚本が橋田壽賀子、まあ、当初単発でやったやつがこれはなかなかいいなというのでシリーズ化していったというものです。何やったかな、時間ですよじゃなくて最初戦闘始まりますやったかな、なんかそんな名前の番組の企画だったんだそうですけれどもね、うん、でと シリーズでですね、橋田壽賀子さんがやってたんですが3話までで降りてるんですよ4話目以降は橋田壽賀子で亡くなってるんですね。だからウィキペディアとか見ると、脚本家のところに橋田壽賀子、まあ、向田邦子ほか、まあ、もう当時のまあそうそうたるメンバーですよね、で久世さんが演出家なんですけど、なんで橋田壽賀が降りたかっていうと、台本にないギャグを撮影現場で、あまりにも入れるっていう台本を無視してそのいらんギャグをいっぱい入れるっていうので3話で降りてるんですよ。
毎週やってるやつですから、まあ、ほぼもう毎日のように、まあ、他の仕事も皆さんしながらですが、役者さんはもうほぼ毎日のように撮影をして、まあ、それを編集していくわけですけど、3話で決裂して降りてるっていうことはもう多分1話から揉めてたんでしょうね。で2話やって3話やったところでもう橋田壽賀子先生、堪忍袋の輪切れた、あんたとはやってられませんって言って、あんたとはやってられんわ、ほなさいなら言うて、降りはったそうです。でその後橋田壽賀子さんと久世さんが仲直りしはったかというと、どうも、目も合わさへんかったと、少なくとも橋田さんの側からは漏れ伝わる情報によりますと、橋田壽賀子は久世を許さなかったと、いうことだそうです。まあ、これはもう橋田先生とかね、もう現役でもういらっしゃらないという中で今出てきている、まあ、別にほのぼのエピソードでもないんですが、まあ、ドラマを作っていたりするときには、まあ、そういうことはもちろんあるんで、でまあ時間ですよはその漫画があるわけではないので、今回のこととガチャッと同じ話では当然ないんですけど、なんかあまりにも胸詰まる話の中で、脚本をめぐるいろんな話を検索していると、時間ですよは橋田壽賀子が演出家と喧嘩をして3作で降りてたという、そんな情報が出てまいりました。10時38分。さて、維新が大阪万博やりたくて仕方がない仕方がない、もう高市さない、お前何を言っとんねんと、もういらんこと言うなと、電気工事はなんかバッティングするところがあるみたいなんですけれども、全く問題はございませんと、能登は能登で勝手にやってくださいと、こちらはこちらでやらせていただきますというふうにしたいわけでありますが、去年の秋阪神タイガースとオリックスバファローズがあれをしたということを皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。本日がプロ野球選手にとりましては大晦日、明日が元日ということになります。プロ野球キャンプがいよいよ始まるわけでありますけれども、阪神タイガースアレンパ、そしてオリックスはもうどんだけ連覇ですかになりますが、で両方とも勝ちました。大阪で、パレードやりましょう。いやいや、阪神の本拠地は西宮です、兵庫県です、はい、じゃあ神戸でもやりましょうというので1日でやりました。何億かかるというような話で、で結局法華庁が回って、思ったほど一般の人からはお金が集まらなかったんで、企業が恐喝をされまして、大阪府の吉村さんと大阪市の横山さんが来て、おい、まあ、ちょっと金出せ、いや、ありませんないわけないやろお前、ジャンプせ、ジャンプ、チャリンチャリンチャリン、おらお前持っとらないか、お前出さんかい、あーこれ帰りにアイスクリーム買おう、チェリオを買おうと思う、なおかお前、お前チェリオなんか100年早いわ、出せ言うて、まあお金集めました。ほんで、まあ、どっかにやってもらえへんかったらあきません。どこに発注をしたのか、それが電通でございます。はい、電通は電通でも電通ライブという会社がございます。で、いやまあ大きい仕事は電通かパソナか金釣りか、もう中抜きしてるとこばっかりですね、もうほんまにね、そういうとこに任さないと、で急に出てきた案件そんなね簡単にはできませんと、電通でお願いします。ちょっと待ってください、実は電通ライブは大阪府大阪市から指名停止処分を受けております。まあ電通に絡みましては東京オリンピックをはじめ、もう汚い金のところに電通ありですよね、臭い匂いのところに電通あり、はい、もうそんなところでございます。分厚い企画書を持ってまいりましてね、タクシー券ばらまいて新地で飲んで仕事を取ってきてはる、もう大変優秀な皆さんでございますよ。その電通はしかし指名停止処分を受けてるんです。にもかかわらずなんですが、
受託しておりました。なんでですか。まあ、さっき申し上げましょう。結論から申し上げます。大阪府大阪市が出しているわけではありません。実行委員会が協議して決めました。府も市も絡んでます。府も市も絡んでるんですけど、実行委員会が決めた。まあ、大阪万博が万博協会のもんです。国のもんです。いやいや、維新が俺らが持ってきたん俺らがやるんやって言って自慢してたやないかと。府も市も税金も出してるやないかと。いやいや、万博協会がという、そういうロジックとも言えない言い訳でございますね。吉村知事に対しまして、とある記者が質問をしております。どのように目をうつろにして、そして質問を打ち切るという大変卑怯な手に出ております。では吉村知事の今言ったことに関します答弁の部分でございます。人民新聞のパクです。市民の方で開示請求を行われているポストマンさんという方から情報をいただいたんですけども、阪神オリックスの優勝パレードで電通ライブという会社に企画運営を業務委託されていると思います。1億9000万円です。これ昨年2月から今年2月まで電通は大阪府に入札停止されていると思います。オリンピックパラリンピックの談合問題、これ電通ライブへの委託、これ妥当だと思われますでしょうか。うん、実行委員会で、協議して決めて行うというふうに思います。なぜ吉村知事は妥当だと思われるんでしょうか。実行委員会で協議して決めたことです。大阪府の方で入札停止されているわけで、まず吉村知事としてやっぱり府として関わっているから、これは私たち、側からすると電通ライブ入れられないというのが可能だと思います。実行委員会として適切だと判断して、このパレードをいかに安全に、そして進めていくために必要なところだったかということで判断して判断が決定したというふうに思っています。2022年の11月末に談合の方で電通ライブに家宅捜索が入ったんです。でこの問題においてもかなり問題の渦中の会社と言えると思うんですけど、それ問題ないんですか。質問は以上ですか。いや、以上ないです。じゃあ、まとめてください。質問はまとめてください。こんな人らが税金つこて府を運営しているんですわ。質問以上ですか。ですってまとめてくださいですって、問題ない問題ない。はい、だから府が決めたわけじゃない、実行委員会が決めた。実行委員会におたくら入ってへんかったんですか。呼びかけてなかったんですか。ここにやるって言った時に決めるのは実行委員会だとしても、府も市も問題のある会社でいついつまで指名停止になってるんで、そこはやめといてくださいっていうことを一切言わなかったのはなんでなんですか。いや、だから電通ライブに、発注したのは実行委員会だとして、まあそうなんですが、じゃあ、電通ライブに行きますよっていうことはあなたは聞いてなかったということですか。聞いてて問題がないと判断したということですか。その問題ないというなら、なんでなんですか。じゃあなんで大阪府は大阪市は電通ライブを指名停止にしてたんですか。おかしなこといっぱいあるんですが、ここ答えないまま、全く答えないまま、この記者が質問することが悪いかのような表情をして、で、まあ、これも、まあ、毎日放送の、ね、若い記者が頑張ってやってても他の人らが助けないように、他の人らも多分クシャ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 クって、まあ一生懸命やってるんでしょうね。もうこんなん録音しといて後で文字起こししたらよろしいがな。今そこで聞いてることに反応して聞かへんかったら、インタビューの仕方教えてあげましょうか。間を生かしながら相手の心に少しずつ開きながら、安田種代さんのお母さんとお姉さんの話したやつ、あれ一回聞いてみ、もうほんまに、僕のやったインタビューの中でももうほんまに3本の指に貼るインタビューだと思ってるわ。もう僕が思ってるんですけどね。
何なんですかね、もうそのもうこれする、これするだけになったらもう別にもう機械が勝手にやってくれますから。ああ頑張ってやもう MBS 頼むで、期待してるでほんまに。10時47分もう一個。6年にわたって大阪府が持っておりました美術品を地下の駐車場にブルーシートでほったらかしておりました。でほったらかしてたんじゃないと、ほったらかしてたんじゃないですよって、ほったらかしてることが見つかったらほったらかしてませんよって言って、で結局ほったらかしてるって言われてもうてニュースになってもうたから移動させますわ言うて移動させました。でいや地下やから安定してる環境やから室温も変わらへんしって言ってたら、それが大嘘であることが分かりました。毎日新聞昨日の夜に配信されております。多分追っかけてるのは同じ記者ですよね。頑張れ山田、夢が止まると書いて夢なんて、なんて読むんやろ。山田さん、山田さんです。はい、頑張ってくれました。美術作品に直接ステッカーが貼られている。大阪府が公表した資料には赤茶色に錆びた作品の写真とともに目を疑うような言葉が記されておりました。大阪府は30日作品の活用や保全を検討する専門家チームが中間報告したということを公表しました。先島庁舎の地下の駐車場で6年間ほったらかしにされておりました彫刻が105点、錆びていました、ほこりがかかってました。ステッカーが貼られておりました。引っ越しの時に貼るやつです。これどこそこ残地とか廃棄とか、これは2の B のロッカーに入れるとか、あんな貼るやつありますよね。それがそのまま貼られておりました。まあ美術品なんで、もうその鉄製のものがそのままという、まあそういう美術的な価値のあるもんなんですが、まあ考えてみたらモナリザの顔の上にそのままステッカー貼りますかと。堺引っ越しセンターかアート引っ越しセンターにもらってきた、まあ、若干剥がれやすくはなってるかもしれませんが、6年間もそのまま貼ってあったらそらノリもつきますわなというやつですね。実は作品のサビは2017年ほっとかれた時から急に増えているということが分かりました。というのはそのサビ方がステッカーの貼ってあるところと貼ってないところで全然違ったから。で室温や湿度を見ましても、夏の暑い時は外が暑なったら地下の駐車場でも暑なってました。そんな温度変化がありました。だから、この洞窟の奥で室温15度、湿度 98% のところでずっと置かれていて、そんなところに長いこと置いているこのお酒は美味しくなりますよっていう、そういう状況ではありませんでした。地下の夏は蒸し暑くて、で冬は寒いというようなところにほったらかしにされていました。しかもあの辺りは埋め立て地ですから海にも近いですし、地面から上がってきたのか外から吹いてくる風か知りませんが、塩気が含まれていて非常に美術品の置き場所として、まあ、置いてないってもほったらかしにしてたわけでしょ。でほったらかしにしてたことがバレたらほったらかしにしてませんって言うて、でまあ今場所を移したんだけど、いかにいい加減にほったらかされてたかということがその調査で分かりましたということが明らかになっております。山田記者ありがとうございます、出してくれまして。要は敬意のかけらもない日本テレビ、敬意のかけらもない維新ということです。でそれらは作家に対して美術品に対して結局納税者国民市民を大事になんて思っていない自民党テレビ局大阪府市という判断を、まあ私のような根性のひねくれた人間はいたしております。私の根性がひねくれてるんだと思います。私がひねくれております、申し訳ありません、私が悪いんです。私がひねくれてるんですが、そんなひねくれた私からはそう見えます。ひょっとすると今ご覧の2000億人の方の中にもそういうひねくれた方が何人かいらっしゃるかもしれませんね。以上、朝刊チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。時刻は10時51分最後は今朝の一言でございます。幸せにできない、ウーヤンこと霧島聡。
49年間逃げおおせていました連続企業爆破事件の容疑者であります桐島聡、ウーヤンと言われてました。内田という偽名を使って昭和の匂いのするアパートで、そして作業員として生計を立てていました。いろいろな素顔が見えてまいりました。時々飲みに行ってたみたいです。音楽が好きでリズム合わせることもあったようです。常連だった、まあ、常連って言ってもまあ月に1回行くか行かへんか、そんなお店だったようですけれど、あるいはジャーナリストの方で、あ、この人と会ったことあるんちゃうかな、話してた、あ、やっぱりそうやったみたいな。だから全く洞窟の中で一人で暮らしていたわけではありません。日本社会の中で紛れ込んで、まあ支援者がいなかったと本人が言っていると警察は言ってますが、それが本当のことなのか、迷惑をかけると思って支援者のことを言わずにいたのか、その可能性も高いと思いますし、まあ、支援といってもどこまで、つまり10割負担の保険証なしの生活で結果的にがんをちゃんと治療してもらうことなく死んでいってるわけですから、まあ、いたとしてもどこまでの支援かっていうのはありますが、そんな彼に女性が交際を求めてきたことがあったとテレビ朝日報じております。へー、通っていた飲食店の店主が言ってます。通称ウッチ、スタッフが聞いた話で30歳ぐらいの女性に交際のアプローチをされたそうです。自分は幸せにできるタイプじゃないから、その申し出を断っていたんだそうです。まあこのことの真偽もそら分かりませんけどね、まあ、そう言ってあった人がいるからテレビ朝日は報じてるんですけど、もっと深いところまでは今の段階では分からないので、まさに週刊誌の出番で頑張っていただきたいなと思うところですけれども、いやもちろんその爆破犯ということを良しとするわけでも、過激派の活動に対するシンパシーというものを持ってるわけでもないんですが、まあいろんな情報が出てくればくるほど桐島聡という人間がどんな人間であってどんな人生を歩んできたのかというところは気になりますよね。それはね、単なる野じ馬の部分でもあるんですけど、幸せにはできない、まあそれを高倉健みたいにして言うのか志村健みたいにして言うのか、ああまあいろいろでしょうけどね。皆さんもコモさんのこの朝刊チェックをずっとご覧いただきまして愛してくださってありがとうございます。しかし本当に私はあなたを幸せにはできませんので本当に申し訳ございませんが、はい、個人的なアプローチはしてこないでくださいませ。そっと遠くから見守っていいねを押してくだされば結構でございます。ポチッと高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も2000億人を超える方に一瞬はご覧いただいておりました。いいねが今598、あとお二人で600となります。どうぞ高評価をお願いいたします。そしてコモさんと行く大人の修学旅行などなど様々なお知らせございますので、改めてまたご覧くださいませ。本日もマイティワインの提供でお送りをしてまいりました。晩酌に、はい、スロバキアワインをいかがでございましょうか。ではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。ああそうか、こっちも用意してたんですけどね、忘れてしまっておりました。はい、ではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。参ります。また明日インジャンチョキ。今日この後、週刊文春電子版文春がまた10人目の証言者って言って出すみたいですけどね、ちょっともうなんか僕はもうええかなみたいな感じですね。はーい、いってらっしゃい。